チャリンさあ、あなたの中継のシーデンストール、今日もですねスライムランチをやっていきたいと思います。ということで、前回ですねこちらのエメラルドちゃんゲットしたラッシーさんなんでございます。可愛いですよね、口が水色でね。このエメラルドちゃんはなんと、サファイアスライムというね、元の青いスライムとラッキースライムが合体した姿だったんですよね。またですねこのエメラルドスライムがさらにさらに次のスライムに進化するということらしいんですよ。そのためにはですね、ガーネットスライムっていうスライムをゲットしてこなければいけない。ガーネットスライムは謎に包まれているスライムで、どこに住んでるかがよくわからない、書いてないんですよね。ただヒントとしてモザイクスライムと一緒に住んでますと。いたためって書いてあるんだよな。でもいるためじゃないんだよな。ガーネットスライムの出し方がマジでわかんないんだよな。まあいいや、ちょっととりあえずガーネットスライムを探しに行こうか。ルリ砂漠にいるんじゃないかなって気がするんだけど、ねえモザイクスライムと一緒に住んでいるって言ってるからね、モザイクスライムもここにいるんですけど、どこにいるんでしょうね。ガーネットスライムはわからないんだよな。これがまたどうしたらいいんでしょうねこれあれだよね、もうほんとモッドだからさ。あ、いたんじゃない今。あ、これじゃない、もしかして。あ、ほら、あ、すごい。あ、見つけた。あ、よかった、いたわ。すごい、超ラッキー、すぐ見つけた。しかもですよ、皆さん気づきました今。クリスタルちゃんと今までのスライムじゃない、今までの宝石スライムはロックちゃん型だったんですよね。ロックちゃん型、ああスライムタワー、ゴニョ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 って崩れちゃったけどね、今までの、ジュエルスライムたちはロックちゃんベースのスライムだったんですが、今回は溶け出しましたよね。今シャキーンって見ました。あれね、クリスタルスライムの特性ですから、今回のガーネットスライムはロックベースではなくて、どうやらクリスタルベースらしいね。なるほどなるほど、いろいろ凝ってんな、細かいところで。これやり込んでる人じゃないとわかんねえぞこの違いはねえ。さあモザイクスライムと一緒に住んでるということでね、ヒントがそれしかなかったんで探すの大変そうだと思ったんですけど、すぐ見つかりましたんで、ちょっとねもうあと 2,3 匹欲しいところですよね。ガーネットスライム探していきましょう。どこにいるかな。もう奥のエリア行かないとダメかな。これはちょっと入り口の方も探していきましょうか。さあどうだ、いないかな。いないなあ、なかなか。あ、でもこの辺はモザイク生まれねえのか。なるほど、じゃあやっぱ奥に行かなきゃダメっぽいね。じゃあちょっと奥探しに行こうか。はい、あ、そっか、奥の方はこれまだ再生してないからスライムが生まれない問題が発生しているかもしれん。そうかそうか、これちょっと復活させてあげないとダメだね。じゃあちょっと古代の水を持って、復活させましょう、どんどんね。そうだそうだ、これやっていかないとダメだ。よし行くぞ。あ、ちげえ、こっちじゃね。あ、やばいやばい、これは間に合わない可能性が出てきている。大丈夫か大丈夫か、間に合う間に合う間に合う、いけ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 、あと10秒、7、6、5、4、はい、来た、よっしゃーい。さあどうだ。いやー、いない。おお、めっちゃ生まれた、めっちゃ生まれたけどいないっすねー、残念ながら。ガーネットちゃんは結構レアなのかな、ガーネットちゃん。まあいいや、どんどん復活させていこうぜ。お、あそこにコスチュームあるぞ。なんかこれ誰だ、よいしょ、誰だろう、まだゲットしてないの。あー、ファイヤーだ、ヘルファイヤー来た。さあ、あ、ヘルファイヤー発見しました。おーい、かっちょいい、ブル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 。さあどうだ、この辺にはガーネットちゃんいないかな。ガーネットちゃん、あ、ヘルファイヤーめっちゃおるやん、どうした今ゲットしたからかな。
めっちゃお迎えしてくれましたね。普段あんま出てこないんですけどね、ファイアースライムちゃん。さあ、ここもまだ解放していないな。解放するためには泉が必要なんだけど、泉がどこにあるんだろうな。あー、そこにもあるよね。あー、どこにあるんだ泉。瑠璃砂漠の仕組みが結構複雑なんですよね。ないな。あ、あった、これだ。あー、プラネットちゃんか。プラネットウンピーズか。あ、いるいるな。いるんだけど、餌が欲しいね。餌が、餌がないとプラネットちゃんウンピーズ出せません。これか、植物これなってないんだよな。あー、ここのこのすごい道がここにありましたけど、これね、イエーイイエ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 イ。あ、ちょっと待って、あれそっかくね、これこれ違くね、これ違う、これそうじゃね、これ。ほらほら、あー、来た来た来た。おし、オッケー、2匹目ゲット。神殿の奥に1匹いました。やったぜ、ラッキー。あとは、はい、というわけでですね、もうちょっとあれから探したんですけど、もう1匹見つからなかったんで、一応1匹持ってきましたと。で、このガーネットスライムと今度混合させるって言ってますけど、これはどうすればいいでしょうか。お、そういうことか。もうこっから先はこうやって合体させていくんだ。おー、生まれた。え、消えた。え、消えるのこれ。よいしょ、ちょっと待って、これが、これアメジストスライムですね。こいつはアメジストスライム。これが近づくと消えちゃう。あ、消えちゃう、マジか。ちょっとじゃあこいつもやっちゃおうか。あ、来た。じゃあ合体して、合体、もう一回、君たち、君たち。あ、これのこと言ってたんだ、モザイクの運品するって。でもこれ値段違うのかな、なんか違うみたいなことも書いてあった気がするね。ちょっとモザイクプリット見てみましょう。まあ、その前に合体してみましょう。はい、合体した。このなんか消えちゃうのがよくわかんないよね。近づいた時にもう一回見てみようか。こっちに攻撃してくると消えちゃうんじゃない。ほら、バンってぶつかると、ほら、謎。ははは、ねえ、じゃあちょっとモザイクプリット打ってみましょう。なんかこれ別物みたいなこと書いてあるんだけど、さあ行きましょう。ポン。ああ、いや一緒だよな、これ。ただのモザイクプリットが1000個まで売ることができますって書いてあるんだけど、よくわかんねえっすね。まあいいや。じゃあとりあえずもう一回、アメジストスライムか。はい、できた、生まれました、アメジストスライム。ちょっとね、今回はね、アメジストちゃんゲットしました。じゃあちょっとこれ金化して最後終わりにしましょうかね。でね、まだあるんですよ、アメジストのさらに上が。この、ガーネットスライムからのアメジストスライム。あー、これ掴めないな。ちょっと難しいな。ちょっと待てよ。よいしょ。OK、ゲット。よし。これがさ、多分、金運ピーズを食べさせたら、でも、この、能力を引き継ぐはず。あ、消えなくなるかな、どうだろう。オッケー、食べた。じゃあこれだよね、こいつ近づいてみましょう。行きましょう、ドン。あ、消える、やっぱり。いや、不思議なスライムですね。今回はガーネットスライムとアメジストスライム、ゲットしましたということで、次回はですね、さらにさらにレアな、最強にレアなね、宝石スライムが待ってますので、そちら、楽しみにしていてくださいということで、今回はこれぐらいにしましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあ今日このね、また見てね、バイバーイ。いや、これ面白いな、消えるやつ。